3D デンチャーとは 3DCG や 3D カナダドルなどにより設計された葬儀紙の総称 3DCD と称する場合もあるカナダドル CM a 制作による儀紙やデジタルデンツレと呼ばれるものがこれにあたる現時点では高校内の印象採得と高校採得が必要であり高校外でスキャンした3次元情報をソフトで解析しデザイン設計したものを ミリングマシンや 3D プリンターにより完成する方式である。2013年8月31日現在、国内では未認可。米国ではすでに臨床化されており、一定の情報は公開されている。広合サイトを含んだ上下の印象体をスキャンして制作した 3D データを数値的に3次元解析してから技師設計をする。そのため、石膏模型や、 工合器の必要はない。クリニカルでの1回の診療を1ステップとするならば、印象、工合採得と装着の2回で済む2ステップ法が大きな特徴である。現行法の葬儀指政策は、外形印象から精密印象を経て、老廷による工合採得指摘、装着ともステップもしくは5アや CHB などの運動要素の記録を含む6、ステップが、 一般的である。ステップに応じて、ラボサイドでの工程が付帯する。また BPS は、現行法に対して1から2ステップ、現時4ステップで、ある。3D デンチャーの2ステップに、技巧操作はない。ありがとうございます。